総合文化研究科、長域文化科学専攻、比較文学比較文化コースの前島志穂です。学部後期課程の所属は比較文学比較芸術コースで、ピークという英語で学ぶ学部と院のプログラムにも関わっています。専門は比較文学比較文化研究、すなわち比較研究で、比較史の観点から近代日本の出版報道文化の大衆化について研究しています。比較研究とは、簡単に言うと、ある文化事象を考える際に、ジャンルもしくは地域を超えて、他の事象と比べながら考える姿勢を根幹に据えた学問です。私はもともと近世日本の徘徊のレンガの最初の句であるホックが、近代に入っていかにして俳句になっていったのかを、句に関する日本語、英語、ドイツ語、フランス語による言説の相互影響関係や、句とその訳の表現の分析から考える研究を行っていました。その関心は今も消えたわけではありませんが、さまざまな資料を扱っているうちに、表現を持っている器にあたる出版物そのものに関心が移ってまいりまして、現在は日本において明治末期から昭和初期、西暦でいうと20世紀前半に進んだ出版報道文化の大衆化について、出版物の区分やメディアの区分を超えて国際的な視野から考える研究を行っています。特に新聞や雑誌の表現の変化が人々の結びつき方や世の中の見方をどのように変えたのかということに関心があります。20世紀前半に発達した定期刊行物の表現はテレビやインターネットなどにも応用されてきましたので、この時代の定期刊行物について考察することは現代のメディアの強みや弱みを考える上でも重要です。私のもとには、出版文化に関心のある学生や、出版物を用いた研究をする学生が集まっています。夏目漱石の新聞連載小説について研究しております、修士2年のチョン・スビンです。日本の万国博覧会の参加について研究しております、修士2年のワン・ジエリンです。ブラジル移民の俳句について研究しております、修士1年の中江のどかです。このように、比較文学比較文化コースには、比較研究への関心を共有する学生が国内外から集まり、様々な研究に取り組んでいます。関係のある学部後期課程のコースには、比較文学比較芸術、現代思想、学際日本文化論の3つがあります。